俺はリクト。親が会社を経営しており、比較的裕福に育った俺は、子供の頃からいろんな場所に連れて行ってもらった。すごいなぁ。世界って広いんだなぁ。子供の頃のあの感動を味わいたい俺は、大人になっても旅行が大好きだ。気軽に旅行に行きたいので、就職はせず、バイトでお金を貯めている。よし、目標金額まで、あともう少しだな。短期のバイト増やして、先に航空券の予約しよう。リクト。え、ミサ？どうしたの？そろそろバイト終わると思って、ちょっと話があるから迎えに来たの。話？ミサは2歳下の幼馴染、仲は悪くない方だが、実は密かに苦手に思っている。なぜかというと、リクトのアパートで話そう。私がご飯作るから。え、いいよ、散らかってるし。じゃあ片付けてあげる。いやいや、そういうのもいいから。遠慮しなくていいってば。そういうんじゃないんだけどな。ミサはどこがいいのか、昔から俺のことが好きらしい。食材買うからスーパー寄ってよ。何食べたい？お肉？お魚？いや、本当にいいから。スーパーだったら弁当買うし。ほら、ちゃんと食べなきゃダメだよ。こういう強引っていうか、ずうずうしいとこが無理なんだよ。でも邪険にすると、うちの親がうるさいしな。ミサはうちの両親に気に入られており、勝手に嫁のような顔で実家に出入りしている。まあいいか。適当に相手して、明日バイト早いって返そう。ご飯できたよ。うん、いただきます。どう？美味しい？うん。炊いた米にスーパーで買ってきたトンカツ乗せただけだし、そもそもこれ手料理なのか？それより話って何？うん、実は子供できちゃった。え、そうなの？ミサ結婚するの？どうかな？相手がそう思ってくれてたらいいんだけど。いや、子供できたら結婚するでしょ。本当？うん、っていうかミサに彼氏いたんだ。気づかなかったよ。なんだ、よかった。ちなみに相手はどんな人？リクトだよ。え？だから、お腹の子のパパはリクトなの。は？何言ってんの？俺らそういうんじゃないでしょ。ううん、でも、リクトの子供なの。いや、普通に怖いんだけど。だって俺たち、そういうことしたことないじゃん。したでしょ？は？してないって。ひどい！リクト、覚えてないんだね。え？いやいや、マジでしてないだろ。本当に、全く心当たりがなかったのだ。俺はミサを避けてたし、今日みたいにミサの方から会いに来ても、いろいろ理由をつけて断り、部屋に来られても、すぐに返していた。わかったわ。じゃあ DNA 鑑定しよう。おう、それで証明できるならいいぞ。そうしよう。鑑定でリクトの子ってわかったら結婚してね。いいよ。でも絶対違うじゃん。後でわかるわ。2週間後、鑑定結果が出たと言われ、俺は久しぶりに実家に呼び出された。これが鑑定結果です。間違いなくリクトとの子供だよ。はあ？まあ。そうだったのか。ミサちゃん、この度はうちの息子が本当に申し訳ないことをした。必ず責任を取らせるから。おじさん、そんな風に言わないで。私はリクトのことをずっと好きだったし、子供ができて幸せだから。ミサちゃん、なんてけなげないい子なの？いや、そんなバカな。リクト、お前、結果が出たこの後に及んで何を言ってるんだ。男なら逃げるな。そうよ、これまであなたの好きなようにさせてきたけど、子供ができたならいい加減フラフラしてないで、結婚して定職に就きなさい。そうだな、うちの会社に入れ。え？リクト、大丈夫だよ。リクトなら立派な跡取りになれるよ。はあ？なんだよ、どういうことなんだよ。本当に全く覚えがないのに、ミサのお腹の子は俺の子で DNA 鑑定までされている。まるで悪い夢を見ているようだった。そして、私の息子で、将来的にはこの会社を継いでもらう。みんないろいろ教えてやってくれ。よろしくお願いします。俺は困惑しながらも、とりあえず親に言われるまま、父の会社に入社。ミサと子供のために働かされることになった。なんだよこれ。信じられないよ。ミサと一緒にいたくないし、まだ行きたいところいっぱいあったのに。世界中を旅して、いろんな文化に触れてみたい。俺の子供の頃からの楽しみは、ここで途切れてしまった。ねえリクト、結婚式だけどお腹が大きくなる前にやりたいな。好きにしたらいいよ。何よそれ、二人の結婚式なんだよ。リクト、ミサちゃんへの態度は何なの？もっと大事にしてあげなさい。お母さん奥さんを泣かせるなんて、こんなひどい男に育てた覚えはないわよ。いや、まだ席入れてないだろ。両親もミサの味方で、俺の言うことなんて誰も聞いちゃくれなくなっていた。悪夢だ。そんなある日、あのリクトさん、シンゴくん？出勤前、突然ミサの弟、シンゴに呼び止められた。そういえば、もう高校生なんだ。大きくなったな。ああ、はい。あの、リクトさんに聞いてほしい話があるんです。それは、今じゃないとまずい？これから仕事なんだよね。できたら早い方が。それに、この話を聞いたらリクトさん、仕事に行きたくなくなると思います。どういうこと？リクトさん、姉ちゃんと結婚する必要ないですよ。
姉ちゃん嘘ついてるんです。お腹の子はリクトさんの子じゃないです。え、なんで？リクトさん本当は覚えがないんですよね。姉ちゃんとそういうことしてませんでしたよね。それはそうだけど、でも DNA 鑑定が。あれは嘘ですよ。俺昨日偶然聞いちゃったんです。姉ちゃんが他の男と電話してて、そいつの DNA をリクトさんのだって偽って鑑定に出したって。は？郵送で鑑定に出すときにすり替えたって言ってました。それは本当なの？間違いなく？はい、俺はっきり聞いたんで。でもなんで教えてくれたんだ？俺は姉ちゃんがリクトさんのこと好きなの知ってたし、リクトさんが義理の兄になったらいいとは思ってたけど、こんな騙し討ちみたいなのはおかしいと思ったんで。教えてくれてありがとう。やっぱりそうだよな。身に覚えがないのに父親なんてことありえないよな。よかった。DNA 鑑定が嘘だって言うなら、こっちの証拠を確定させれば結婚しないで済む。俺は思うことがあり、仕事に行かずにとある場所へ向かった。一週間後。ただいま。どこ行ってたの？突然いなくなるから心配したんだよ。ちょっと出かけてくるってメッセージ送っただろ。そうだけど、仕事も無断で休んでダメじゃない。そうよ、ミサちゃんに謝りなさい。心配かけて。まったくだ、どうしようもないバカ息子だ。連絡をしなかったのはこの検査に行ってたんだ。うん、なんだこれは。俺実は数年前に海外で高熱で寝込んだことあってさ、その時精巣に炎症を起こして現地の病院から精子の検査した方がいいって言われたんだ。え？でも海外だったし、普通の熱だったら1ヶ月くらいで精子の数は回復するって聞いてたから、その時は検査をスルーしてたんだよ。な、何が言いたいんだ？それ数日前に病院で検査してきた紙。今回初めて検査してきたけど、俺無精子症なんだって。え？精巣の炎症が原因だって言われたよ。自然妊娠はほぼ無理だって。どういうこと？じゃあミサさんのお腹にいる子は？俺の子じゃないよ。何言ってるの？リクトの子よ。だって DNA 鑑定もしたでしょ？それだけどさ、確かに綿棒をミサに渡したけど、よく考えたら途中ですり替えることできるよね。郵送なんだし。ひどい！私を疑ってるの？じゃあもう一回 DNA 鑑定する？今度は郵送じゃなくて両親も含めてちゃんと病院に行って。それは。ミサちゃん、まさかあなた本当に私たちを騙していたの？お腹の子はリクトの子じゃないのか？リクト。本当に危ないとこだった。危うく本当にお前と籍入れさせられるとこだったもんな。そんなに私と結婚したくないの？私はずっとリクトのことが好きなのに。好きだからって他の男との子を俺の子だって偽って騙して結婚しようとする女、どうやって好きになればいいんだ？私リクトが子供できない体でも気にしないから、お腹の子リクトの子だと思って育てる。いい加減にしろよ。もううんざりなんだよ。はっきり言わなきゃわからないみたいだから言うけど、お前のことは昔から大嫌いだったんだよ。こっちの気持ちも考えずにグイグイ来るし、俺が他の子と付き合おうとしたら邪魔ばかりしただろ。全部気づいてたんだよ。そんな俺は絶対にお前とは結婚しない。お腹の子は本当の父親に責任取ってもらえよ。できないわよ。だってそういう約束だったし。そういう約束？つまり妊娠するために好きでもない男と寝たのかよ。ドン引きだな。だってリクトと結婚したかったんだもん。でもリクトは全然手を出してくれないし。リクト、ちゃんとお前の話を聞かずにいてすまなかった。結婚を機にお前がうちの会社に入ってしっかりしてくれるんじゃないかって期待してしまったんだ。私も孫ができると思うと嬉しくて。リクト、ごめんなさいね。いや、いいよ。これはもう仕方ないことだと思うし。俺と両親は大泣きするミサを冷めた目で見ながら、心から結婚しないでよかったと思うのだった。その後、俺は昔旅先で知り合った友人から旅サイトのライターに誘われ、今は日本国内や海外の各地を旅行しながら記事を書いている。よし、チェックも終わったし送信っと。ん？メールが来てる。母さんからだ。元気ですか？お父さんが寂しそうなので日本に帰ったら寄ってくださいね。両親はあれから俺の気持ちを尊重してくれるようになり、昔のように就職について小言を言わなくなった。ある意味でミサのおかげなので、その点にのみ感謝はしている。ミサの弟シンゴとは時々連絡を取る。ミサは結局お腹の子の父親と結婚したそうだ。未だに俺のことを忘れてないようで、旦那になった男とそのことで大喧嘩し、先日は警察を呼ぶ騒ぎにまでなったらしい。めんどくさそうだから絶対近寄りたくないな。俺はもう子供もできないし結婚することもないだろう。それはわかってる。でもさてと、次はどこへ行こうかな。俺はもっと広い世界を見ることで頭がいっぱいなのだった。